ジェーン・ラッセルは、ミネソタ州、ビミジ出身の女優。1940年代から1950年代を代表するグラマー女優だった。本名は、アーネスティン・ジェーン・ジェラルディン・ラッセル。ジェーンが幼年期に、カリフォルニア州サンフェルナンドバレーへ移住。父親が若くして亡くなったため、写真のモデルをして、家計を助けた。1940年。 ハワード・ヒューズが制作する映画、ならず者の,のヒロインオーディションに合格。主人公が、ビリー・ザ・キッドなど、西部の荒くれ者ばかりのため、野生的で、肉感的なヒロイン像を描いていた、ヒューズの好みにぴたりとあったのである。ヒューズは、監督を交代させ自身が監督となり、映画の宣伝のために胸元を大きく開いた、ジェーンの写真を宣伝用に大量にばらまいた。 第二次世界大戦のため前線にいる兵士たち用にもブロマイドを作成して配布した。一年がかりで完成した映画は1943年に公開。当時としては際どいシーンが検閲に触れ公開禁止運動が巻き起こり上映中止に追い込まれた。しかしこの作品でジェーン・ラッセルはセックスシンボルとして名前が知られるようになった。 後20世紀フォックス社と契約。マリリン・モンローと共演したミュージカル映画、シン氏は、金髪が、お好きでは、マリリンに匹敵する人気を得た。2011年2月28日、呼吸不全のため、カリフォルニア州、サンタマリアの自宅で死去。89歳没。シン氏は、金髪が、お好きの撮影中、ゴシップ氏は、ジェーンとマリリンの不仲を望んだが、 二人は、仲が良かった。切符の良い姉を肌のジェーンが、打ち切れ神経過敏なマリリンを常にかばい、マスコミ取材には、防御役となった。ジェーンとマリリンの際どい写真が欲しいカメラマンが、近づくと、マリリンは控え室にこもって出てこなかった。代わって、彼らの処理をするのが、ジェーンの役目で、彼女は、カメラマンの下品なジョークも、悠然と受けて立ち、 彼らの希望に応えて、ポーズを取った。グラマー女優として、有名になるほど、作品が検閲にすぐ引っかかり、話題となった。本人は、至って陽気であっけらかんとしたもので、肉体は、隠すから、汚くなるもので、太陽の下では、晒せば晒すほど綺麗になるものよ。と意に返さなかった。3回結婚しているが、同時代のグラマー女優、ラナターナーらに比べれば、 スキャンダルが少ない。ジェーンは熱心なキリスト教徒で、養子縁組の支援活動も行っている。最初の夫で、アメリカンフットボール選手だったロバート・ウォーターフィールドは、幼馴染みであった。二度目の夫、三度目の夫とも亡くなるまで連れ添っている。ハリウッドでも名の知れた、プレイボーイであったハワード・ヒューズに見出されながら、彼の魔の手から逃れられたのは、奇跡だと言われている。 ありがとうございます。